宮島三橋は、広島県八日市市宮島町の五福島内にある、JR 西日本宮島フェリー、宮島連絡線及び宮島松、大気線宮島航路の宮島側の三橋。隣接する3号三橋も含め、宮島港三橋として案内されることもあり、この項目ではこれらについても記述する。JR 側は、鉄道連絡線の駅を名乗る者のプラットフォームがなく、 実際には3本の桟橋のみが設置されている、航路専用の駅である。JR 西日本宮島フェリー、宮島松大樹線とも、宮島航路の料金修士は当駅で行っている。宮島口から乗船した場合は、下船時に切符の回収を行い、当駅から乗船する場合は、乗船前に切符の回収を行う。現在の建物は、 旧宮島町時代の1976年に完成した鉄筋3階建てのべ約3200平方メートルの建物である。建物そのものは初0日市,市が管理しており、一つの駅舎の中に JR 西日本宮島フェリーと宮島松田駅船の乗り場が同居している。改札及び桟橋は独立しているが、待合所やトイレなどは独立していない。 駅舎は建築時点での建築基準法は満たしていたものの2009年に行われた耐震診断で震度六強で建物倒壊の危険性が高いと判定されている。ただし、敦島全域が国の特別史跡及び特別名称の指定を受けており建造物の改築など景観に関わる現状変更には文化財保護法に基づく国の許可が必要なため 2011年からに、可燃かけて、設計と国への申請を行い、2013年に、耐震補強工事が開始された。1902年4月に、宮島渡航会社が、宮島・伊津島航路を開業したことで開設。翌1903年5月に、山陽鉄道に買収され、1906年12月1日に、国有化され、関営となり、囲碁鉄道作業局、 帝国鉄道庁、鉄道院、鉄道省、運輸省、運輸通信省、日本国有鉄道が運営。鉄道省時代の1942年4月1日に、五福島町三橋町合所から宮島三橋に改称1987年4月1日の国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道の運営となり、 2009年4月1日に JR 西日本から子会社の JR 西日本宮島フェリーに事業場とされた。友人窓口として長距離キップ売り場が設けられている。緑の窓口は1992年11月1日から2003年3月31日まで営業していた。オレンジカード対応のタッチパネル式の券売機が3台設置されており、 他の JR 駅の券売機券とフォームが全く同じである。うち1台はアイコカに対応可能だが、アイコカへの対応は行われていない。改札口は有人改札で自動改札機は導入されておらず、アイコカにも対応していない。一方、2009年10月17日に、それまで利用可能だったバスカードをそのまま引き継ぐ形でパスーが導入されており、 パスピートアイコカは、語利用が可能となっているので、実質的にアイコカは利用できるようになった。アイコカと、相互利用可能なスイカやトカは、当初利用できなかったが、2018年3月17日からは、スイカなどの交通系、IC カードも利用できるようになった。券売機などは、IC 非対応で、IC チャージ機はないが、窓口でのチャージは可能。松大改札側に、 キオスクが設けられている。三橋は最も南側にある一号三橋を使用する。宮島松田駅線の宮島側の三橋。駅舎の北側に改札及び券売機を設置している。松田駅専用自動券売機とパス P の自動チャージ機が設置されている。広電連絡ギップ売り場は友人窓口 JR と同時期にパス P が導入された。こちらでも アイコカなどの IC カードの利用ができる。友人改札がある。三橋は二号三橋を使用する。駅社街の最も北側にある三橋。広島港と五福島を結ぶ瀬戸内シーラインと、広島平和記念公園及び宮島口西三橋と、五福島を結ぶアクアネット、広島などが利用している。券売所は、コンコース内になく、三橋手前にベッド置けられている。 一階が両社の改札などの他車庫など、二階が待合所や売店、観光案内所、三階には宮島観光協会事務所や会議室などがある。初日地市宮島支所、宮島観光の玄関口として機能している。駅前には、旧町役場から移転した初日地市宮島支所がある。駅前から北側に行くと、堤が浦自然公園がある。南側に行くと、 五福島神社や戦場閣、五重塔など重要文化財が多く存在する。未線登山や日本有数の規模の宮島水族館も南側に行くことになる。宮島への上陸者は JR 宮島連絡船と宮島松大駅船で9割以上を占め、その二航路のシェアはきっ抗している。以上のデータは船舶別、宮島来場者数で、 初回地市,市統計書2006年版94ページ、2010年版86ページ、2012年版80ページ、2016年版80ページ、2020年版84ページに基づく。そのデータは、宮島口に向かう袋の数と同数になる性格のものではない。ありがとうございます。